札幌のスープカレーブームを牽引する超人気店らっきょ。数多くのスープカレー店がひしめくこの札幌で、若者を中心に圧倒的な支持を得ているらっきょの魅力とは。まずご紹介するのは、自家製ハンバーグときのこのスープカレー。25種類のスパイスを使い、10時間かけて仕込んだスープで味が染み込むまでじっくり煮込みます。そしてチリパウダー、カイエンペッパー、バジルで味を調整。味を整えるコツを聞いてみました。これはもう同じスパイスを使って、同じ食材を使ってでもスープって微妙にずれるんですよね。やっぱりしっかりこう味を見ることと、スープを見極めてあげる。これはもう経験しかないです。野菜を軽く素揚げして盛り付けたら完成。こちらが自家製ハンバーグときのこのスープカレー。ハンバーグには北海道の松阪牛といわれる白老牛を使用。スプーンで切れるほど柔らかく、粗挽き肉のジューシーさがたまりません。とろみのあるスープはじわじわと深くコクのある辛さ。素揚げされたしめじとまいたけはきのこ特有の香りを閉じ込め、食べた瞬間香ばしさが口いっぱいに広がります。続いて一番人気の知床鶏胸肉と野菜のスープカレー。柔らかく脂身の少ない知床鶏の胸肉はスープの辛さを抑え、マイルドでさっぱりした味わいに。白菜、ピーマン、ブロッコリー、人参、じゃがいもと野菜も盛りだくさん。素揚げした白菜のシャキシャキした食感が癖になりそう。ここでスープカレーの魅力についてお聞きしました。普通に僕らもやっぱり毎日食べてても飽きないんですよ。もちろん味見もするし、自分たちで作っても食べる、試食も、ね、新作を作ればやっぱりそれの試作もあるので食べるんですけど、飽きないですね。これがスパイスの常習性ですね。スープカレー最大の魅力はスパイスの魔力。飽きない味を演出するらっきょの挑戦は続きます。